最終日でございます。最終日の昼になりました。そうだね、ランチ会お疲れ様でした。お疲れ様でした。最終日はランチ会という交流会、仕事でね、イベントで無事に終わったところです。お疲れ様でした。来てくださった方ありがとうございました。後々ね、終わった後に DM をねみんなくれて、どこどこに帰りますとか、どこどこから来ましたとかいただいて、そんなとこから来てくださったのって思ってね、本当にびっくりした。嬉しいね。このね、1時間のためだよ。ランチ会1時間のために来てくれたの。すごい。びっくりしたね。嬉しいというか、びっくりしたね。本当に、そう、しかも、皆さんからたくさんお土産をいただいて、いやー、嬉しいね。本当に嬉しい。で、ちょっと、みんなからね、もらったのを開封していきたいと思うの、早速。本当だって、みんなさ、紙袋パンパンにくれるんだもん。ねー。最後にね、そう、最後に皆さんどうぞって言って、まずは、まずはじゃあこれ、ケーキケーキって言って渡してくれた方がいらっしゃいました。何ケーキやろか。これはキノトヤっていう北海道でも有名なね。え、キノトヤ。キノトヤ。じゃあ開けます。え、めっちゃなんかこれきっとスタッフさんと食べてねって意味だな。え、かわいい。あ、チョコモンブラン。なんだ、嬉しいじゃん。嬉しい。あ、こうやってちょっと見えるかな。あ、そうね、そうね。ほら、おいしそう。うまそう。ありがとうございます。え、続きまして、このね、でっかいオレンジももらったね。ホリって書いてある。はい、パンだ。パンパン。米。ダダン。あ、すごい。煮込みチキンスープカレー。お、大好きなやつじゃん。いやー、しかも中華だ。あ、さすが分かってる。分かってる。次、じゃじゃん。バナナ饅頭？初めて聞いたんだけど。バナナ饅頭。知ってる？知らない。え？え？伝統の味を受け継いで100年。でも北海道のだ。製造者も書いてる。何市って書いてる？中川郡池田町。池田町。すっごい立派なの匂いするもん。いいね。それで北海道キャラメルバター。おー、絶対美味しいやつ。続いてじゃん、あ、トカチのお菓子だって。これ、あ、行きたいとこだ。あんバターサンド。うわ、続きまして、来ました、有名なやつ。メロンピュアメゼリー。でっかいやつ、私食べたことないの。お、あの前の土産で一口サイズのちっちゃい夕張メロンゼリー食べたんだけど、でかいのも買わなかったの。だから初めて。おお。続いて、こりゃー、王道っしょ。これ私さ、白い恋人さ、今日買おうと思ってたんだけど。え、やったじゃん。本当に、ね、まだ待って、まだ買ってないよ。買おうと思ってた帰りに、一番最後買おうと思ってたの。嬉しい、ありがとう。続いて、じゃん、六花亭じゃん、このパッケージは。すごい。あ、昨日六花亭行ったんだけど買ってないね。これ買ってない。そうだね。あ、乾燥いちごって書いてある。イエーイ。見たけど買わなかったやつじゃん。そうだそうだそうだ。嬉しい。次、じゃん、ロイズのチョコレート。え、これ買ったさ、さっきさ、どこだっけ。あった、あった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 。え、待って待って、色違いや。ちょっと待って、違う、色違いはそうなんだけど、この時さ、私さ、3つあったの。なんかなんかの色と黄色とこうやって赤ってあって、で、赤か黄色で迷ったの。え、本当に。で、赤の方が私的には中身が美味しそうだなと思ったのね。うんうん、でも黄色の方がチョコレートがなんか可愛いのが入ってたの。はいはい、だから黄色を買ったの。でも赤いの実はちょっと食べたかったんだ。そう、一番美味しそうだなと思ってたの。すごい。ありがとう。なんと、最後。できるビジネスマンマネジメント本。おぉ。本が入ってました。私さ、本読まないの、普段ね。で、なんか、でもさ、結構やっぱさ、なんか
いろんな人生経験積んでる人とか、そうなんか勉強になる人の話聞くと、やっぱり本読むこと大事みたいな。だからこうやってもう手元に来るタイミングのこの機会に本を読みます。おお、本読みます宣言いや本当にありがとう。そしてたくさんなのこれだけじゃない、六花亭。六花亭だね、かわいいよね袋。かわいい、六花亭の袋ってほんとかわいい。バッグよね、ブランドバッグですみたいなお、六花亭のチョコレート。ここが来ました。味違うかもあ、違う、ホワイトミルク。え、なんでこんなみんな息ぴったりなのすごくない？すごい、ありがとうございます。聞いて、あれ、でも打ち合わせしてません。してませんでした一緒に来ました。食べよう、ホワイト。え、でもいちごのチョコ大好きだから嬉しい。うんうんうん、かわいいし、ありがとう。続いて、なに、でかい。あ、でかい、マルセイバターケーキ。バターケーキ、10個入り。ケーキ買ってない。食べたことない。ない。お、食べたことない。はじめまして。嬉しい、ありがとうございます。続いて、あ、じゃん、バターサンド。しました、しました。これね、私たちね昨日アイスの方食べたからね、バターサンド。ありがとうございます。ということでした。ありがとう、こんなたくさん来てくれるだけで嬉しいのに。じゃあ今度自分が買ったのを紹介しますか。じゃあ見えてる、これから見ての通り昆布です。え、使うの？使う、あの出汁取ったりとか料理するから、あのなくて困らない。うんうん、買いました。次、雪やこんこ。それは六花亭で、六花亭だね、買いました。ちゃんちゃんと行かないとね。そうだね、たくさんあるからね。たくさんあるから。さっき言ったね、これね、これね、色違うのライスのチョコレートのセットです。ね、続いて、じゃん、食べっ子動物の白いって書いてあって、北海道産のバターを使用したやつなの。北海道限定って書いてある、限定のやつだね。うん、いや、食べっ子動物大好きだからさ、私これ見た瞬間すぐ買うって思って。次、くんじゃが来ました。なんか美味しそうじゃない？なんかね、めっちゃちょっとしか入ってない高級くんじゃがですね。続いて、じゃん、あ、これも六花亭で買いました。いつか来た道っていうネーミングセンスに惹かれた。いつか来た道、なんかね、中も、あ、ハイダに挟んでるのもレモンチョコって書いてあって、レモンとチョコっていう組み合わせも気になったから。続いて、じゃん、ワインです。来ました、ロゼです。ロゼのね、やや甘口ってやつです。小樽市内でしか買えないやつね、これ。小樽市内限定、ね、色も綺麗だからね、ちょっと気になって。まあ私ちょっと辛口は飲めないんで、甘口で。続いて、ドレッシング、え、北海道ドレッシング、山わさり&チーズ。美味しいに決まってる、絶対美味しいよね。美味しいに決まってるやつだ。続きまして、あ、これはもうスタッフさんに嫌がらせをしようと思って買いました。じゃじゃん、ジンギスカンキャラメル。これはね、このパッケージを見せずに一粒だけ取ってあげようと思います。悪っ続いて、これも六花亭です。なんかね、この商品名が丸三角四角って商品名だったの。うん、四角から始まるのね、丸三角四角っていう商品名で、なんかね、クッキーだっけな、チョコレートだ、チョコレートカラフルで可愛いやつだ。そうそうそう、が入ってます。6個入りでだから多分2個ずつ入ってるかな、うん、続きまして、カズチーがプレッツェルになりましたっていうね、以前カズチーっていうこのチーズを買ったことがあって、美味しいよねこれで、それのプレッツェルになりましたっていうのを今回買いました。はい、続いて、かまぼこがスパイシーベーコンってやつと、チーズ焼きってやつと、チーズ、チーズ大好き、すごい、小樽だらけ。あと、ささやき、こういうタイプ大好きな私。あとなんかこれ、ザ・北海道みたいなカニコーラ、すごいよね、下後ろもびっしりで。私はね、ちょっとこれは食べれないので、海産物ね、これはあの親にあげたいと思います。これかな、この袋は
やっと1個の袋が終わりました。次行きましょう。やっと1個の袋が終わった。あとね、ちっちゃい袋のやつがあってね、クッキー買いました。小樽のクッキー、紅茶とマロンもう大好き。で、続いてさっきの六花亭買った時に、ちっちゃいあの1個売りとかの商品もいっぱいあって、チョコマロンとか、ました、なんかね、じゃがいもが入ったパイ、あとはこういうチョコレート、これもね、何個入りとかセットもあったけど、私はバラで食べたい味だけ、バターとモカ。続いてじゃあこの袋いきましょう。じゃん、ブレンディスティック、北海道ミルクのカフェオレと北海道ハチミツを使ったカフェオレです。続いてブラン、カレーね。ここら辺は北海道のスープカレーの素。これさ、北海道のスープカレーマジでいろんな種類があるから何がいいか分かんなくて、とりあえず絵が美味しそうなやつとか見た目これがいいなとか、あとこれはね、北海道のモッツァレラチーズが入ったやつも絶対美味しいじゃん。こういうのとか、これもね、キングチキンスープカレー。いや、スープカレーさ、やっぱりほんといろんな種類があってさ、何がいいか分かんないでこう買ったじゃんか、うん、なのにさっきさもらったやつ違う種類だし。あー、そうだね、ほんとかぶってないの。続いてアスパラスープ、来ました、北海道らしいやつ。アスパラスープのポタージュと、札幌北玉ねぎスープ、生姜入りのスープと、コーンスープ、普通にね、コーンスープもほんと安定だよね、旅行中にも飲んだくらいだから。続いてこれよ、これこれ、出ました、レア商品、これ鹿肉ね。あ、北海道らしい。そう、しかもね、パッケージがおしゃれ。そう、これね、これはね、大和煮っていう味の醤油もあったんだけど味噌にしました。鹿肉ね、絶対美味しい、私鹿肉大好きだから。で、デデン、トド、トドの肉、トド出没注意って書いてる。出没注意、トドの肉って見たことなくて、聞いたこともなくて、だから買ってみた。はい、次、トウキビチョコ。トウキビチョコ前に食べたこともあって、おすすめってみんなもコメントくれたんだけど、食べたことあるから、今回は新商品、期間限定、新商品だったかな、ラムレーズンを。美味しそう、美味しそうだね、大人っぽくて。続いてわさびカシュー、オホーツクの塩塩、北海道の工場初だって。続いて白いブラックサンダー。何で白いブラックサンダー、毎回見てたけど毎回買ってなかったんだよね。で、まあ、そんなにたくさんもいらないしと思ったら、これ3つ入りでパッケージが可愛いのがあったからこれにしました。可愛いね。で、続いてハッピーターン、北海道チーズのハッピーターンです。なんと 50%、なんか 50% オフだからさ、賞味期限も近いのかなと思ったので、一応ね、1ヶ月以上あるのだから買ったんだよね。これはね、あの両方ともガラス細工です。ガラス細工 のリングスタンドみたいな、小樽で買いました。さあ、ラストの袋がやってきました。北あかりのじゃがいもです。しかもでっかい、本当に。北あかりのじゃがいもですね、袋買いまして、じゃがいも大好き、これでじゃがバター作ろうと思って。続いて同じくスーパーで買いました。これね、インスタのね、ストーリーにおすすめ教えてって言ってコメントいくつかいただいた中に参考させてもらったんだけど、北海道限定の札幌ビール、札幌クラシックってやつで、これはね、北海道でしか買えない種類らしいです。知らなかった、本当にコメントで知りました。続いて根昆布だし、いやー、もう納豆にかけて食べるわ。なんかいろいろね、鍋物とか味噌汁とかお吸い物は大さじ何杯何杯何杯って、結構なんか4人家族での目安とかも書いてるから、私いい、ね、そう4人家族なんだけど、いい、ね、そう使いやすそう。はい、続いて北海道旭川さんのライスパスタ。私さ、家でできるだけグルテンフリーにしたいなと思ってて、見た目がほらパイパラなの、可愛いでしょ、だからね、これに変えました。はい、続いてこれとこれ、牛のクッキー。こっちが子牛サブレって言って、まあ一口サイズぐらいのクッキー、こっちは普通に牛のデザインのクッキーなんだけど、こちらがリアルで模様が入ってる、うん、今年牛年だし、私牛年で、牛年女なの、年女牛女って言おうとしてた。これね、もう本当に欲しくて、毎度行くたびに挑戦してたし、私がいない時もね、チャレンジしてくれてた。スタッフさん自身が行ってくれても買えなかった赤いサイロが買えました。
続きまして、ででん、これはですね、大人のビーフパイ、ご当地お菓子グランプリ最高金賞、食べるとお酒が欲しくなる大人のなんとかなんとか。これなんて読むかわかりません。コメントで単純にしょっぱいのが美味しそうで買いました。はい、次、黄金なブラックサンダー。さっき白いブラックサンダーだったけど、今度黄金なブラックサンダー。北海道ミルクキャラメルという商品があると思うんだけど、それのブラックサンダーです。続いて、生チョコマロン季節限定。これすごく、これさ、前さ、クラ生っていうのをさ、クッキー食べて、旭山動物園の時に買って食べたんだけど、うん、まあ、美味しくて、それは普通のチョコとホワイトチョコのミックス入ったやつだったんだけど、マロン、栗には目がないので買ってしまいました。最後、皆さん、うったーん、箱買い。タンパルも可愛い。六花亭のポテトチップス箱買い。何袋入ってんだっけ。12だったかな。それは自分で食べる、お土産でみんなに配る。いや、基本的に自分で12袋。まあ、ほんとこの六花亭のこのポテトチップスは、あの、添加物とか一切使用してなくて、なんだっけ、なんとか油と北海道の塩と、うんうん、北海道のじゃがいもしか使ってなくて、そうそう、その3つの素材で作ってるから、うん、めっちゃね、あの、お土産でもらって美味しくて、だから行った時買いたいなと思ってたんだけど、どっか空港のお土産コーナーとかじゃなくて、六花亭のカフェのそのお土産コーナーに行ったから、箱買いできるんじゃんってなって箱買いしてしまったやつっていう感じで以上になります。買ったね、いただいたね、めっちゃ多いでしょ。いただいたやつで一気に増えたでしょ、うん、でもいただいたやつはこれとかここの中。あー、そっか、これこれ違うからね。これをね、今からキャリーケースとボストンバッグと詰めて今日帰ります、東京。まあでもとりあえずこれで、まあ詰めて空港に向かって、最後空港で買い物して帰ります、うん、また増えるんだと思うよ、空港で。そうね、北海道出張3回目も爆買いで終わりました。またね、すごいラフな動画になっちゃったけど、またね。1個の紙袋とキャリーケースとマイメロのバストンバッグにパンパーン。あ、でもまだ余裕あるね。最後、空港で買ったものをここに入れれば OK かな。空港では4種類のチーズと2種類のバターを買って帰りました。あんまりね、空港では買う時間がなかったので、チーズとバターだけ買いました。いろんな北海道チーズとか、なんかね、これとかも焼いて食べる感じかな、こういう。あとね、北海道限定って書いてある四つ葉のバター。これと、あとこの、カンカン。缶に入ってるバターも珍しいなと思って買ってみました。これとかね、もう生乳と食塩でしか作ってない。美味しくいただきたいと思います。